皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今回は中学校の歴史、飛鳥から奈良へ都を移した流れと理由について説明します。飛鳥時代、ね、天皇と王子は別々に住んでいました。そして天皇が変わると宮、今でいうと天皇の住んでいる皇居ですね、この宮、これを移すのはごく普通でした。そして亡くなった天皇、この宮は汚れているとも考えられていたので、新しい天皇は新しい宮を作るというのは当然のことだったんですね。これはまだ国が小さい時だった、ね、小さい時だったからよかったんですけれど、国がどん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 大きくなっていくと、この宮で政治を行っていたんですから、都が、ね、宮がどん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 移ると、政治をする場所がどん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 移っていくというのは不便になってきますよね。この国の仕組みが整ってくると、役人が仕事をする役所、ね、そして人や物が集まる都、これが必要になったんですね。都というのは今の言葉で言ったら首都、ね、政治の中心となる都市、まあそんなふうに考えてください。そして作られたのが藤原京です。この都に京という名前がつくのは、文字がつくのはこの藤原京が日本で最初です。この藤原京は唐の長安を手本にして作られた都です。そして当初はもうずっと永遠に使っていく都、ね、そういう予定で作られたんです。で、永久の都として天武天皇が計画して、持統天皇が引き継いで完成する、そういう形になりました。この天武天皇、壬申の乱で勝利した大海人の王子のことですね。690年に工事が開始され、都を移したのが694年、この年に完成したことになっています。永遠に使う都として作られたんですけど、実は三代の天皇が住んだだけで都は移ってしまいます。造りはこのように五番の目のように道が走っていて、都の真ん中に天皇が住んでいる、政治をする宮殿がある、こういう形でした、ね、せっかく作った藤原京なんですけれど、実は16年で都が移動するんですね。遷都というふうに言いますけどね。どこへ移動するかというと、この平城京です、奈良ですね。708年に元明天皇が奈良に都を移す御事の理というのを出します。御事の理というのは宣言とか命令みたいなものです。この元明天皇、実はね、都を移すのはもっとゆっくりでいいと考えていたようなんですけれど、実は皇族や大臣たちが都を移す、ね、移せ移せという意見で、これに押し切られた形で、ね、この御事の理を出しました。平城京は708年12月に工事を開始して、710年3月10日に都を移しました、ね、藤原京から平城京へ都が移ったんですね。この工事の期間、
1年4ヶ月とても短いですよね。藤原京4年およそ4年かかっています。それに対して1年4ヶ月ですよ。短いですね。広さは藤原京の 3.5 倍もあったんです、今で言うとおよそ25平方キロメートルと。なぜこんなに早く工事ができたかというと、この藤原京できて、ね、都を移した時、この藤原京に移った時694年なんですけれど、全てが完成して移ったわけではなくて、まだ未完成の部分もあったんですね。ですからこの藤原京にあった建物とか物というのはまだ新しかったんですね。ですからその新しい藤原京の建物や物を解体して再利用した、ね、再利用して平城京を作るのに使った。ですから1年4ヶ月という短い期間で平城京は完成しました。この遷都した時もでも完璧に完成したという形ではなかったようです。ではこの都を移した理由、その前にちょっとね、この平城京も実は唐の長安、これを手本にして作られたんですけれど、この長安面積は83平方キロメートルあったんですね。平城京、藤原京の 3.5 倍ね、こんなに大きかったんですけど、面積25平方キロメートルですから、長安はその3倍よりももっと広い都だったんですね。この長安、今の中国では西の安と書いて西安とか西安というんですけれど、ここは秦の始皇帝陵、ね、兵馬俑で有名なところです。で現在多くの人が観光で訪れます。私もここに行ったことがあるんですけれど、今でもとても大きな町、都会です。さてでは都を移した理由に移りましょう。一番の理由は人口が増えてもっと大きな都が必要になった。多分これが一番の理由です。二つ目です。藤原京の宮殿の位置が長安と異なっていた。長安では宮殿が都の北側にあったんですね。藤原京ね、都の中央に宮殿があったんですけれど、長安はこの北側のところにあったんですね。ですから長安と同じように北側に宮殿がある都を作りたかった。そして3つ目です。藤原京の宮殿は土地の低い位置にあって、身分の低いものの低い人たちの住居の方が土地の高い位置にあったと、ね、身分が高い人が低い土地に住んで、身分の低い人が高い土地に住んでいると、ね、それも問題になっていました。そしてもう一つです。実はトイレなどの下水、今の下水とはちょっと違うんですけどね、この下水がうまく流れなくて都に悪臭が漂ってしまっていた。これも都を移す原因になっていたようです。今回は飛鳥から奈良へ、藤原京から平城京へ都を移した流れと理由について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。